イシー・レイ・コール・ムリノーは、フランス、イルド・フランス地域圏、オード・セーヌ圏の都市。もともと、単に、イシーと呼ばれていた。中世ラテン語では、土地の所有者のガロローマメイ・イシキウスにちなみアイシャカム、または、イシャカムと呼ばれていた。現在の名は1893年に決められた、名称で、ムリノーとは、当時あった小さな定住地の名で、製粉する風車に由来する。 ブルボン家の分子で、ブルボンコンデ家の分家筋である、ブルボンコンティ家は、石井城を含む多くの資産を持っていた。1699年、コンティ公フランソワは14万リーブルで、石井の土地を購入した。当時この土地は湿地であった。ルネサンス様式の城には、アンドレル・ノートル設計の広大な庭園が付属していた。 1777年まで、代々の根気校はこの城で暮らした。20世紀、ヨーロッパでは、野外軍事作戦における飛行機の飛行が行われるようになった。1907年、馬術訓練も行われていた当地の軍事教練場で、アンリ・ファルマンとモーリス・ファルマン兄弟が、航空飛行の新記録771メートルを達成し、その記念として飛行場や飛行学校が作られた。 石井レムリの飛行場はフランスで最も古い飛行練習場で、その後も数々の記録を打ち出した。1911年には1911年のパリマドリード間レースも開催された。コミューン内にあるパリヘリポートもその遺物である。ラウルパテラスペスからは、1924年に1160メートルを10分でヘリコプターで飛行する記録を出した。コルス出身者のコミュニティがある。 現市長、アンドレ・サンティーニを含め、これまでに3人のコルスに羊を持つ市長を出している。また、1920年代にアルメニア人虐殺から逃れたアルメニア人移住者が数多く石井に移り住んだ。これ以降、通りの名にアルメニアを記念する名が付けられたりしている。アルメニア協会もある。カナルグループ、テクニカラー、ソデクソ、フランス24。 ブイグ不動産、ペリエ、コカ・コーラフランス、マイクロソフトフランスなど、大手企業の本社のほか、フランス国鉄の鉄道電気施設などがある。ありがとうございます。